草が吉高から1928年は、日本の相場師、実業家、疫学家。本名は万吉、別名は、ケンス。1864年、日後国下も竹軍に久し、助か草壁草か、草が加藤や、細川家に仕えた家系として生まれる。1873年、吉高が9歳の時に、父の彦三郎を亡くし、その後吉高は、 母親との二人暮らしを経験し、勉学に勤しむ。1887年から1880年の間、松本善師の下で善を学びながら、宮間に廃力を切りながら生活費を稼ぐ。吉高は三年間松本の下で善を学ぶ。一方で同時に漢学を収めていた。その後、吉高は漢学を学んでいた影響もあり。 1880年、神林の紹介で品子に明るい、新人ハリコの下で19歳の時、品子を学ぶ。その後文語で小竹氏の下に弟子入りし、益教を学び、吉高はこれまで様々なものを学んできたが、小竹氏の下で学んだ益教に大きな収穫をする。この経験をもとに益教に注力する。益教を収めた後、小竹氏の助けを借りて人類に関する。 季節学の研究をするため挑戦にわたる。全系大院君から大学士の称号を授かり、大院君の最小として、政権運営に貢献。その後は、シナ、インドアメリカと渡り、山に登り川を渡り、断食などを行いながら、学問研究に心身を注ぐ。 草が義高の正五町32番地急遽と、樋口一葉の菊坂町70番地急遽の位置関係1886年に義高は25歳で、帰国し、東京市本郷区正五町32番地に、健真術会を創設し、会員数を3万人ほど集める。県魔術では、心身の吉長から、相場の工程まで当てることができたため、相場市からの相談も、 定期的に受け付けていた。1894年2月21日朝日新聞6面に、剣魔術の広告記事を掲載。2月23日に、樋口一葉が秋月という仮名を語り、草賀のもとに相場市になるために訪れる。一葉は、猿年生まれの23歳、3月25日生まれと伝えると、一葉には金運がないため、相場市には向かないと指摘した。 また、一葉は草がに何度か金策の相談をしており、1895年4月頃まで、樋口一葉と草がは1年間ほど手紙などを返して、やりとりを行っている。その間に、樋口家の2ヶ月分の生活費に相当する15円を、毎月、一葉に渡して、援助をしていた。草がと出会う前の樋口一葉は、財産も身内の多くをなくしており、 経済的に困窮していた。切羽詰まっていた必死さが、一様の作品を大きく変化させ、世間に受け入れられるようになった。検診術会本部東京市本郷区湯島三組町30番地、電話、下谷923番1901年には、第二本音無用会会長に就任する。後に発売される、浅野野野太郎の人間哲学発展に大きく貢献する。 政界にも関わりがあり、立憲政友会東京支部の評議会会員を務める。政界員以外にも、衛生向上にも貢献し、第日本赤十字政会員、本郷区衛生会幹事、本郷区平次議会評議員に就任。実業家としての一面もあり、吉久や株式会社の取締役も務める。ありがとうございます。